じゃあ行こう。よく頑張ったん。投資だけが。ケモリです。今回は即興ブーケ選手権。さあ、夏も暮れ。ちょっと全くわからない。話し始めも。即興ブーケ選手権とのてのをやって、話し始めがさあ夏も暮れ。何が起きるんです。もう一回やる？もう一回やって。即興ブーケ選手権。さあ、夏も暮れ。なんで同じことやってる。今から花屋に行きまして、即興でブーケを作ってもらいます。即興って何？即興っていうの？即興です。即興ブーケ、お花屋さんでお花ありますね、うんうん、それを自分で選んで、はい、即興でブーケを作ります。即興か。そして、うん、持って帰ってきたお花のそのブーケが良かった方が勝ち。そういう企画でございます。なんか変、なんかなんだろうな、なんかさ、その大喜利だとかクイズだとかさ、うん、そういうものでこうマウントを取り合うばかりではなく、たまにはね、うん、その豊かな花を目で、うん、自然を愛し、うん、それをやっていこうじゃないのってことに。はあ、わかる。まあまあ、バランス取ってんの俺も。このチャンネルのバランス取ってんの。いや、こいつやれ、コメント欄だやで、ひろゆきだやで、なんか、犯罪者だっていうのを扱うのじゃなくて、ね、たまにはね、綺麗なもんみんなに見せようよってことね。三人称老害じゃねえか。白目向いてる。白目向いてる、やだね。あのね、ずっと白目向いてる老害。向こう入り前のね、うん、男の子がね、うん、そんな野蛮なことするもんじゃないよ。逆張り、逆張りもとさ、向こう入り前の、向こう入り前の男の子が野蛮なことするのに反対。お笑いなんてするんじゃないよ。逆張りもとさん、花おめでとう。あるじゃん、プレバトとかで、うん、花いけるとか。うん、それ先生が見てくれるとかあるじゃん、はいはい、それならいいけど、なんか別に素人が見てこっちの方が好きっつって暇の。いや、でもデジタルスタッフはすごく経験ありますよ。何の稼働。で、嘘、才能集団じゃん。デジタルスタッフ稼働います。すごいじゃん、はい、人材の墓場だ。幼小中稼働やってました。高校もやれや。高校もやれや。本物の天才の前に屈した屈した。エリートが。いや、でもそれはもう感覚で、あれよ、あのバラのない花屋行っちゃダメだよ。行くか。バラのない花屋は存在してない。行っちゃダメだよ。慎吾ちゃんのドラマのね。あったけど、あんなったって思ってるんです。ダメだよ。山下達郎の主題歌あれダメだよ。雪の上で慎吾ちゃんがバーンってなるエンディング。ダメだよ。あるやつ行くんだよ。分かった分かった。で、お金は湯水のごとく使ってはいけません。すごい言い方。まあもちろんね、確かに。そんなこと言ったらとんでもないことになっちゃうじゃん。うん、コチョウランに次ぐコチョウランとかさ。何万かかる。あれになっちゃダメだから、予算は5000円以内にします。あ、なるほどね。5000円以内のブーケ。5000円以内のブーケ。いくよ。よ、うん、い。さっ、スピードはいいよ。あれー。よし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 よ。うん、いい匂い。うん、いや、買ってきちゃう。はい。何、まずは一緒ね。違う違う。これの。何それ。これが早くついた。いろんな部門あんの。早くついた。いや、買ってきて、俺も。同じ花屋行くから。うん、お前の未来より待ってる時間とかわけわかんないから。えセロです。どっちがいい。いや、いや、俺この競技知らなすぎてどっちでもいいわ。これね、先行有利の時もあるんだよな。それあるだろ。知らねえけど。それは時もあるだろうけど。どっちでもいい。ちょっといいですか。じゃあ僕から。はい。僕のブーケ、こちらになります。チューッ。ヒカキンみたいな。出ましたー。こちらです。どうですか。いいんじゃない。いいんじゃない。いい。シャーン。いいですよ。敵ながらあっぱれ。あっぱれあっぱれ。あっぱれ、いいんじゃない？これ。ねえ。やっぱこのね、まあね、ブーケ作るにあたって、やっぱこう主人公をね、決めたいんですけども、今回は僕はちょっとリンドウ。ああ。リンドウちゃんに。リンドウって花をね。ちょっと主人公にさせていただきまして、まあこの、この濃いね、はい、パープルというか青の、はいはい、リンドウちゃん。
で行きまして、うん、でちょっとまあ青系でね、うん、まとめたいかなと思いましたところ、このちょっとこの紫のトルコキキョウがすごくね、あの綺麗に咲いてましたので、トルコキキョウちょっといただきましょうということで、はい、でまた小花もね、ちょっと入れた方がいいということで、デルフィニウムちょっとちっちゃい花を散らしていただきまして、はい、でまあ青だけだとってなって、まあ一個ねちょっと軽やかさを出すための白いバラを入れさせていただきまして、あとまあ葉っぱですね葉っぱでちょっとボリュームがあるという、なんかあのテーマとかあるんですか？愛し君へ愛し君へ、愛し君へ、あなたの作品、愛し君へ、こういう女性が好きだなと思いますね。やっぱどういうところですか、どういう女性ですか、それって。やっぱこの強く、はい、凛々しい、凛々しい、でもその華やかさもあるというか、このトルコキキョウの感じとか、やっぱ白いバラの感じとか、やっぱあの凛道といえばあの言葉が勝利とかですから、強い言葉がやっぱありますよね、こう強さ、やっぱ花にはねこう詰まりますよね、こういう人ばかり追いかけてきましたね。いいよ、帰り見なくて。誰もやんないよそんなこと。花もらって花抱きしめる。これが僕のブーケです。なるほどね。はい。いいじゃないですか。じゃあちょっと僕のやつもいいですか。はい。僕のブーケはこちらです。まず長い。なちょっと長いね確かに、うん。まず黄色を基調。黄色いね。ここのあの髪も黄色くしてもらいます。すごい黄色いね。僕も黄色い。黄色といってもまあ白に近いバラを真ん中に入れさせてもらってるんですけど、うんうん、これもちゃんとメッセージである。やっぱもう全部黄色でしょ、うん、幸せの黄色いハンカチってあるじゃん、うん、やっぱイメージしたブーケってやっぱブーケトスのイメージだったの。なるほどね。結婚式で、うん、でやっぱりこのねゼクシーじゃないけど結婚しなくても幸せな時代っていう、うん、そういう時代にやっぱ皆さんその結婚に限らずやっぱ幸せになってほしいって意味で、うん、こう幸せの黄色い基調としたブーケにさせていただきました。一言言うと何？俺のみたいな。君に幸あれ。関係ないじゃん、黄色いやつ。黄色って幸せな感じする。ちょっとあなたもですよね。あなたの感想ですよね、まだ言え。ちょっとあなたもですよ、ね。広い距離略すな。これ僕の君に幸あれです。君に幸あれ、ね。はい。なるほど。はい。黄色の花はあれ百合ですよね。そうなんですか。ちょっといや分かんない。その綺麗だなと思ったんで。ユリとバラね。名前知らない方が逆に直感で取れてるからね。本当にそのお前の花言葉みたいな、そういうその変な知識に惑わされずに、俺は花から受けたインスピレーションそのままこのブーケに入れたから。なんで寝れんの？なんで寝れんの？途端に眠く。口論の最中に。あれー。そこまで、そこまで、お互いの主義主張で揃いました。時間いっぱいやってない。スペシャルスタッフが2名いますので。はい、2名の方にちょっと拍手で決めていただきたいと思います。手挙げさせろよ。拍手で。お客さんいっぱいいる時やるやつ。拍手で決めます。拍手で決めなくていいよ。目つぶっと。拍手が関係ないだろ。分かんないんだから。あ、誰どれが拍手したか分かんない。誰がね、分かりました。いや、まず先行車のブーケの方が良かったと思う方拍手お願いします。ありがとうございます。後攻煙のブーケが良かったと思う方は拍手お願いします。結果ドロードロードロー完全なドロー。何やってんのマジで。何やってんの。ブーケおいくらですかそちら。4600円。僕も4600円。4600円かけた結果、ドロン。ね、まあ、一応前半の方に拍手してくださったデリシャスタッフが、まあ、女性の方で、うん、まあ、後半の方に拍手したのが一応男性の方ですので、うん、まあ女性の方にあげるのはこっちかもよ。わかんないですけど、一概には言えないですけど、まあ、感性人それぞれですけど、まあ、女性の票が集まったらこっちとかね。1ポイント、はい、女性の票1ポイントが集まりました。はいはい。で
男性の1ポイントが集まりました、ね、集まりましたから、まあそのお祝い事とかね、ああいい男性の何かこっちの方がいいかもしれません。はい、どうする、プロポーズの予定とかはあるの？ねえよ、ない、ねえよ、あんたそれでプロポーズじゃない、絶対しないよ、それでして4600円でプロポーズしないよ。金の話しないよ、俺100本のバラで行く。金ちゃんスタイル金ちゃんスタイルじゃん。金ちゃんスタイルって呼ぶな、100本のバラを。あら、僕100本のバラで行きます。俺はマジで100本のリンドめちゃくちゃ勝利じゃん花言葉めちゃくちゃ勝利なのに100本のリンド勝ち負けでやんのよ。皆さんもね、花をめでてみてくださいね。どうぞ。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。